普段は美術館に勤務し、資料の収集や研究、展覧会の企画、美術館の案内を行う学芸員。そんな学芸員には、心の奥底から愛する美術作品、文化遺産がある。その情熱を、その愛を、リズムに乗せて爆発させる、学芸員による、魂のぶつかり合い。それがこのバトルである。古代エジプトの謎に迫っていたら、なぜかラップバトルに参加していた、千葉県出身、岡山市立オリエント美術館を代表する学芸員。出ようと思ったのではなく出ることになっていました新人とは思えない高い意識とタフネスを持った二国の女主人が挑む。え、オリエントって何？というふうに思った方は足をお運びください古代エジプトの魅力をラップに込めて、考古学を武器にバトルに臨む。じゃあ対する赤コーナー伊藤さんに拍手。
こちらはまずいただいた、はい、まずは1票伊藤さん。じゃあ審査員のお二方、ジャッジをお願いいたします。まあ残念ながら負けてしまったんですけど、あのお客さんたちが楽しんでくれる様子が分かったので、それで十分だなと思います。まあ、オリエントって何とか、まあ、外国のことだから難しいものかなと思うかもしれないんですけど、まあ、それが大好きな大人たちが一生懸命作った展示ですので、気軽に遊びに来るつもりで見に来てくれると嬉しいです。本物に会いに出かけよう。いつも学びとタレント。